信号来管信号来管信号来管は、鉄道において、爆薬を用いて、爆音を発生し、車両等の乗務員に警告、または、停止指示を伝達するために用いられる、特殊信号器具である、イギリス英語、ディートネーター、アメリカ英語、トープド、製造メーカーによって形状が異なるが、およそ4から6センチほどの円形、または四角形の容器の中に圧縮感受性の高い、 爆薬が入っており、容器の両側に鉛のバンドがついている。レールの踏みずら状に設置して、風や振動で脱落しないように鉛バンドを、レール頭に巻きつけるように折り曲げて固定する。車両等の最初の車輪が踏みつぶすと、爆発して大きな音を発する。一種の感触玉である。信号来館は、日本以外の国の鉄道も含めて、以下のような状況で使用されている。 信号機の現時が濃霧などによって視認できない場合に、注意現時や停止現時を予告するものとして、当該信号機の外方に取り付ける。事故や災害によって、通常は車両等が停止することのない本線上で、車両等が停車、あるいは多線路を支障した場合に、現場へ接近する他の車両等に異常を知らせて、急遽停止させるために、車両等の乗務員が使用する。 前方で補線作業などの線路内作業が行われていることを接近する車両等の乗務員に知らせて当該作業現場へ車両等が侵入する事故を防止するために使用する信号係員やその他の鉄道係員が緊急に車両等を停止させる必要を認めた場合に使用する高速鉄道線では信号来館を両方のレールに設置しなければならない場合もある日本では 国土交通省令、鉄道運転規則第222条にて、特殊信号は、予期しない箇所で特に列車を停止させる必要が生じた、時または、天候の状態その他の自由により、信号の現時を視認することができない時に音、炎または明かりにより、信号を現時するものとすると規定しており、同規則第223条の爆音により、 列車を停止させるものに該当するものとして、信号来館が整備されている。日本国内の鉄道では、予期しない箇所で特に列車を停止させる必要が生じた。時以外では、信号来館を用いることはなく、蒸気の2と4の事例で用いられていた。旧日本国有鉄道の取扱規定では、約30メートル離して2個設置するよう、規定されていた。2個設置するのは、 運転士が爆音を聞き逃す可能性を減らすことと、1個では不発の際に停止させられないためである。車両等の運転士は爆発音を聞いたら、直ちに非常ブレーキを用いて停止させるよう定められている。また信号円管と併用する例が多い。信号来管は爆薬を使用しており、製造日より年数が経つと不安定となり、運搬保管時の警備長外力で爆発したり、 逆に車両等の車輪で歴化しても不爆になる危険性があるため使用しなくても定期的に交換を必要とする常に使用できるように駅、信号所、踏切監視所、列車乗務員や線路軌道に立ち入るすべての係員に配布しなければならない一方で爆薬であることから保管に注意を必要とし一定数量以上を保管する駅区所では都道府県知事に届け出て 火薬類保管庫を設置してその中で保管する必要がある。また、使用されずに使用期限を迎えたものについては、漏れなく回収して、火薬類取締法の規定にのっとって、適切に廃棄処分する必要がある。こうした管理に、多大な手間と経費を要することが、信号来館の欠点である。このため、列車防護無線装置や、地上用非常防護装置が整備された区間のほか 自動信号である区間については、軌道短略機と置き換えられ、また、常設信号機が、死人困難になるような濃霧や、教時には早々運転を抑止するようになったことと、相まって、あまり使用されなくなっている。電気信号機が実用化される、以前のイギリスでは、濃霧や信号ランプ故障症等による事故が多発したため、多くの信号国書に、信号来管設置機が備えられていた。 信号古希書建物の中にあるテコを操作すると、自動的に本線のレール上に信号ライカンが設置されるようになっていた。テコは白と黒の山形記号が塗装されており、山形記号が上りの線路用のテコには上向きに、下りの線路用のテコには下向きに描かれていた。カートリッジに入れられた信号ライカンの供給を受けて動作するような仕組みになっていたものもある。ありがとうございます。